1955年彦さん光さんは日本のジャーナリスト、相撲評論家である。大日本相撲協会の食託、施設顧問として戦後の相撲界の発展に尽くした。静岡県清水市出身。早稲田大学を中退後、地元で代表教員を務め、さらに1919 19年に雑誌、日本魂の記者として帝国更新書に入社した。当時の同僚には、 作家の山本周五郎がいる。帝国更新書代書大所長の後藤武雄は国技相撲に傾倒し、山和金、十三金、一渡しなど力士の谷町としても相撲界を支援していた。そのため、日本魂は国技相撲道は即武士道であり日本魂であるとの立場をとり、相撲を取り上げることが多かった。 こうした中で彦さんは日本魂の相撲分野担当として編集に携わり、相撲の歴史や教育的意義、普及、発展の必要性を説いた。一方で1930年5月には単行本、相撲同胞館を表し、展覧編、指針編、進む道編、自然編、戦績編、芸談編、読み物編と多角的な視点で相撲を論じ、 評論活動を本格的にスタートさせた。1934年6月に帝国更新書を退社。前年の2月に後島が他界していたこともあり、退社3ヶ月後には日本魂が廃刊となっている。その後、大日本相撲協会出版部職宅となり、帰還し、相撲の編集に携わった。戦時中の国粋主義的な風潮の中、相撲未知相関。 相撲美海岸などを執筆した。戦後は1948年に相撲文化研究所を設立、所長に就任。1950年には読売新聞運動部職宅となる。その他のメディアにも多く相撲評論を聞こう、特に横綱市の研究や八王朝廃劇などを力説した。また部屋別層あたり制や行事部屋の独立などの改革案を協会に提案するなど、 各界の言動として大相撲発展に力を尽くした。1965年3月9日19時45分、東京都世田谷区上北沢の自宅で脳出血のため死去。去年71。各界の彦里とも称されるほど相撲界への影響の強い彦山んであったが、戦前に自ら編集していた日本魂さながらに国粋的な思想傾向も強く、 自身が力を入れていた横綱に関する研究などでも、その影響が見られる。ABC、大相撲ジャーナル2017年6月号60ページ。ありがとうございます。